松平方信は、江戸時代中期から後期にかけての大名。道の区国会津藩五代藩主。下には、西四以上、左小野江県中条。会津松平家五代。四代藩主、松平広司邸の長男として誕生。菅延三年十一月十二日、家督を相続する。菅延四年七月に、幕府より、国目付として、 使い版の秋月酒影らが派遣された。法暦6年9月15日、旧大将軍、徳川家重に、おまみする。同年12月18日、14位下にジョイ、自重に任官し、希護守るを兼任する。法暦9年、初めて合図に、お国入りする。法暦10年3月22日、将軍家重の右大臣天人に伴い上落し、 同年4月25日、左この江県少将に転任する、日後森幸元。これに対し、彦根藩主、井伊直行は、焦りを抱いて、官位昇進に熱心に取り組み、片信も対抗するようになる。明和2年、徳川家康の150回忌に際し、官位の昇進を狙い、幕府に日光への使いとなることを申し出るもの、の、先例にないとして却下される。しかし、 明和2年10月15日、徳川家元の理髪役を務めることになり、直行と共に、左小野家県中将に転任する。日後森幸元。また、明和7年12月16日、聖読下に少女。左小野家県中将、日後森幸元。さらに、安永7年12月16日、聖読町に少女。左小野家県中将、日後森幸元。 藩主となった頃、藍津藩では財政が急暴化して年貢増長による財政再建を図ったが、百姓一揆という反対を受けて失敗していた。その上、天命の大飢饉により藍津藩は大被害を受け、財政は破綻寸前となる。このような犯財政を再建するため、片信は自分より六歳年下の田中玄斎を天命元年に狩ろとして登用し、 反省改革を行おうと考えた。しかし、現在の東用に反対する保守派の動きや、現在自身が病気に倒れたということもあって、実際に改革が始まったのは、天命5年からのことであった。現在は、片信の厚い信任のもとで、天命7年に反省改革の対抗を発表する。厳しい倹約令や過微な風俗の取り締まり、荒廃した農村復興や、 支配強化、食産工業政策や、特産品の売買奨励、教育の普及などがそれであった。倹約は特に厳しく、片信もこれに協力するために、自らの私的な生活費を切り詰め、参勤交代における経費なども大幅に削減した。農村復興政策においてはそれまで城で命令だけを出していた代官や武用らを直接、農村に赴かせて、 指導に当たらせた。また、近電性の導入なども行っている。特産品売買においては、牢や漆の専売化、養散や湿気の生産性強化などを行った。また、他国から、酒造商人を招聘して、合図における特殊な酒を製造し、販売した。その他にも朝鮮人参の栽培や紅花の栽培、生地、旗折、川魚の養散性などにも尽力し、 完成五年には、江戸の中橋に、藍津藩産物会所を創設して、江戸で国産品の多くを販売し、多くの利益を得た。これによって、財政再建はなされた。藍津藩は、藩祖、星名正幸以来、文部が大いに奨励されたが、片信と、現在も、今日は3年に、藩校、日清館を創設し、文部を大いに奨励した。日館は、 藩士やその指定、さらに庶民が通うこともできる藩校であり、文学や礼式はもちろんのこと、兵学や水蓮などの武道も教えられ、文武に優れた人材を広く育てることになった。片信の命令によって、藩士の沢田辺りが指導者となり、日清館、道治君上下二館が編纂された。さらに減祭によって、片信正行時代に編纂された。 アイズフード機の補助的な編纂も行われた。これは、新編アイズフード機と呼ばれている。新編フード機は、片信ノの死後に完成した、文化2年、死去、去年62、重帝の姿船を養子としていたが創生し、姿船の次男の姿銃が後を継いだ。現在と協力した結果、反省改革は大いに成功を収めた。反省も、比較的安定化し、 アイズ藩は幕末期の塊時代における勢力を蓄えることができたのである。ありがとうございます。